bmackcreedy.json ですね、解説をさせていただきたいと思います。まず GitHub ダウンロードというボタンがありますので、こちらからですね、サンプルファイルをダウンロードしてください。この画面にあるですね、すべてのサンプルなんですが、こちらはすべて GitHub に上げてありますので、よいしょ。はい。で、こちらのサイトに行きますとですね、この Clone or Download っていうのがあります。なので、ここをクリックしていただいて、このダウンロード ZIP っていうのを押していただくとですね、ダウンロードされます。で、中はですね、一式すべて入ってるんですが、ここに表示されています。よいしょと。はい。で、インデックス HTML はですね、サンプルに、このエグザンプルの中にですね、ファイルたくさん入ってますけども、よいしょ、クリックしますね、今。まあ、こういったものがですね、たくさん入っております。例えば、一番ベーシックなのが、このマップスタートってやつですね。で、こちらクリックして、まあ、このサイトでクリックしても、ソースコードしか表示されませんけども、ダウンロードしたらですね、ぜひ、ブラウザで見てください。以上、コードはですね、こんな感じになってます。まあ、ダウンロードして開いてもですね、こうなってまして、よいしょ。はい。で、Bmap クエリで重要な部分は3つありまして、まず1つはこうですね。表示する HTML の領域をまず作ります。で、DivIDMyMap。基本的に全部サンプルの ID ですね。この表示する領域、Div には必ず IDMyMap って振っています。ここに BingMaps が表示されるようになっています。で、この時に大事なのはですね、ここに横幅と縦のこの幅ですね。横縦。ここが、記載されてないと、表示されません。つまり横も縦もサイズがないので表示されないということが起きてしまう。それでですね、最初結構迷っちゃう人がいるので、必ずマップにはですね、何かしらサイズを指定して表示するにしてあげてください。それがまず1つ目。で、2つ目ですね、Bing Maps の API の、叩いてですね、そこから Bing Maps コントローラーっていうですね、JS のライブラリを読み込まなきゃいけませんので、ここに今17行目出てきますが、こちらを、必ず記述します。まあ、コピペですよね。またはサンプル皆さん使ってると思うので、そのままで OK だと思います。で、この大事なところはですね、このコールバックイコールゲットマップっていうのは意外に大事でして、消さないようにしてください。これ何やってるかというとですね、このライブラリを読み込んだら、Bing マップのライブラリを読み込んだらですね、一番最初に実行する関数はこれですよっていうふうにしてます。なので、この記載がなくなっちゃうと動かなくなるので気をつけてください。このライブラリを読み込んだら、一番最初にこの関数名が実行されます。はい。で、その関数名がですね、実は下にここに用意してまして、ファンクションゲットマップ、自分で関数を用意してるんですが、これが呼ばれて、この中が実行されるようになってるという仕組みになっています。はい。で、この2つ目なんですけども、実はもう1個ありまして、&キーイコールって書いてますよね。なので、ここに皆さんが、この後ですね、Bing Maps キーを取得すると思うんですけども、ここからここを皆さんのキーに差し替えてください。この四角い囲は取っちゃって結構です。なので、ここを全部削除して、ここに皆さんのキーを入力する形になります。はい。で、これが2つ目ですね。で、じゃあ3つ目、何かというと、もう1個。この GitHub からですね、ダウンロードしたファイルの中にですね、JS ホルダーがありまして、その中に bmapquery.js っていうファイルがあります。これを読み込むようにしてください。で、こちらが、通常はですね、Bing Maps のソースコードっていうのは、よいしょ、ちょっと1回ですね、皆さんにお見せした方がいいと思いますので、こちらがですね、bmapquery.js の、まあ、bmapquery.js 自体は関数ライブラリみたいになってますので、jQuery みたいに簡単にですね、マップを表示する、ライブラリになっています。で、本来 Bing Maps のコードっていうのはですね、こっちの Bing Maps Go のサイトの方に来てもらうと、何も関数化してないですね、そのマップの使い方のサンプルが用意してあるサイトになってるんですが、こっち見てもらうと分かるので、まずですね、ベーシックのサンプル、ちょっと見てみますね。で、今ちょっと開きました。上がですね、プレビュー画面になってて、下がコードになってます。で、こちら書き直してからプレビューってやるとですね、実際にプレビューできるような仕組みにもなってるんですが、この記述ですね。よいしょ。はい。さっき言ってたですね、ゲットマップが実行されますと。で、ここに皆さんのキーを打つんですけども、まあ、ここでは自動で動くようになってますので、ここに入力する人はありません、皆さんのは。で、まあ、サンプルサイトですよね。で、本来はですね、このように、microsoft.maps.map で IDMyMap のところに表示するよという書き方になります。ここからここまでですね、実行になります。これで、マップが表示される。4行くらい使ってますかね。1、2、3、4、5行か。で、センターの位置は、このロケーションという関数に、こうやって緯度、経度を渡して、で、マップタイプ ID っていうのですね、本来はこういうロードっていう表示の仕方とか、航空写真とかですね、キャンバスのダークでちょっと暗めのやつとか、まあ、いろんなのを選べるんですが、そういう指定をしたりしています。あと、ズームはですね、1から20の設定ができるんですけども、そうですね、それをここに記述して、初めてこれが表示されるような仕組みですね。なので、ちょっと今やってみますね。航空写真に変えてみます。で、よいしょ。一回ちょっと引きますね。で、プレビューします。で、こうやってちゃんと航空写真になります。はい。
なので結構ね、これ表示するだけでも何行か書かなきゃいけないんですが、これを簡単にしたのが、今回皆さんに紹介しているこの BMAP Query.js ですね。で、基本的には、こっちですね、ここに載ってるやつすべて、例えばプッシュピンとかですね、こういうピンを作ったりするやつとか、すべてのサンプルはこちらの GitHub に載ってるんですけども、じゃあちょっとだけコードですね、こっちの見てみましょうか。はい、全く同じです。で、さっきと違うのは、こっちの場合はですね、よいしょ。たったの1行で指定することができるようになっているところですね。map.startMap、緯度、経度、あとは、その地図のですね、デザイン、マップタイプですね。で、あとは、ズームのサイズ。つまり、1行で完結させることができるライブラリになっています。ただし、ちょっと準備としてですね、必ず getMap の中で一番最初にお約束事としてやってもらうのがこの1行です。IDMyMap をまず地図の生成するときにですね、必ずこれを使います。constMap=new。bmap なんかおまじないみたいなのだと思ってください。この1行を一番最初に実行することで、このマップに対してですね、スタートマップってやると、あとは緯度、経度、マップ ID ですね、マップタイプ。あと、ズームってやるように1行で使えるようになります。で、おお、すごいねって、たった1行できるようになるんだねっていうふうになるんですが、他もですね、全部できるようになっています。例えばですが、プッシュピンですね。皆さんよく使われると思うんで、プッシュピン。はい。で、プッシュピンの場合ですね、よいしょ。で、先ほど言ったように、constMap=newBMap、まずこれが初期設定ですね。ここに表示するよっていうのは指定してて、次に map.startMap って表示しました。次にピン入れるのも実はたった1行でできるようになっています。マップに対してですね、上で作ったマップに対してピンっていう関数が用意されてますので、緯度、経度、あと色ですね、自分で決められますので、その指定で表示できるようになっています。ので、例えばですが、これをですね、よいしょ。じゃあもう1個ピン入れたいねと、何個も入れたいんだよっていうケースもあると思うので、ちょっともう1個ですね、複製して、ちょっとずらしましょうかね。表示できるかな、ちょっと緯度、経度を変えてみますね。で、色も変えてみます。よいしょ。はい、ちょっとですね、今、透明なので重なっているように見えるんですが、実際にこうやってちょっと緯度、経度ずれたんですが、ちゃんと2つになっていますと。まあ、このようにですね、よいしょ。基本的にはもう1行ですべて、ピンの表示する、例えば表示する、マップを表示するみたいなものは全部1行でできるようになっております。で、最後ですね、もう1個だけちょっと紹介させていただいて、インフォボックスですね、こういうテキストですね、こういうテキストのやつ、よく表示してると思うんですが、こちらのサンプルもですね、見ることができます。で、よいしょ。で、こちらですね、まずお約束のまずマップ、どこに表示するっていうのをやって、表示。で、次はこれですね、表示する1行になります。この緯度、経度を中心に、ズーム10のサイズで表示します。で、あとはですね、インフォボックス、さっきのテキストを表示したい場合には、ピンではなくてインフォボックスって関数を用意してますので、map.infobox、あとは緯度、経度。で、あとはタイトルですね、デスクリプションっていう形で表示ができます。で、このようにですね、タイトル、デスクリプションってなってますので、文字を変えてあげるとですね、できます。じゃあ、ちょっと実際ちょっとやりましょうかね。例えば、あーと。で、次に、いいみたいな。はい。で、実際にじゃあ、プレビューすると。このようにですね、簡単にできるようになりました。ということで、たくさんの行を書かなくてもですね、この BMAP Query.js を使うと簡単に書けるようになりますので、ぜひですね、使って試してみてください。で、一応こっちに Getting Started ってボタン用意してありますので、こちらにですね、Get Bing Maps Key、ここのドキュメントをクリックして見ていただくとですね、この画面が出てきます。で、この通りですね、やっていきますと、ちゃんとキーが取得できるようなドキュメントができてありますので、こちらを見ながらキーを取得していただければと思います。で、あとはさっきと一緒ですね、ここに書いてるのは。まず、ステップ1、HTML にマップを表示する領域作りましょうねと。で、あとはライブラリ読み込むっていうところですね、読み込んで使えるようにしてくださいと。で、あとは書き方はもうめちゃめちゃ単純ですよと。で、こちらはですね、もう GitHub の方からダウンロードすると、すべて、コードが入っている状態で確認できますので、実際にですね、じゃあダウンロードしてちょっと見てみましょうかね、最後に。で、BMAP クエリのトップ画面で、ダウンロードジップですね。はい、じゃあちょっとダウンロードします。はい、で、ダウンロードしたので開きますね。はいと。で、基本的にはこのエグザンプルの中にすべて入っています。で、皆さんがですね、使うライブラリーはこの JS ホルダーに入ってますので、こちらを読み込んで使うようにしてください。好きな場所にね、持ってて使ってください。さっきの mapstart.html ですね。よいしょ。
はい、こんな感じでしょうかね。よいしょ。ちゃんともう出来上がった状態で動くようになってますね。例えばさっき言ってたやつですね。HTML の部分。はい、ここももうすでに用意されています。で、読み込みのところも用意されています。ただ、できてないのはですね、ここ。Your My Key。皆さんの ID を入れる場所ですね。ここだけちゃんと取得してから書くようにしてください。ここですね。ここを差し替える感じです。なので、この括弧の部分は取っちゃってください。こうですね。ここにキーが入ります。で、あとはもう一番最初に実行されるこの getMap の関数ですね。よいしょ。この領域も出来上がってますので、皆さんはですね、ここに、よいしょ。あとは記述していくだけ。ただ、もうサンプルとして用意してありますので、ここにですね、map.startMap と。あとはこれの緯度、経度を変えたりとか。まあ、そういうふうに使っていただければと思います。よいしょ。はい。で、他にもですね、いろんなサンプル用意してますので、例えばルート検索のやつとかですね、それもめちゃめちゃ簡単に、できるようになってます。ではですね、ここまでで、説明はここまでにさせていただきますので、ぜひいろいろ使いながらね、試していただければと思います。